アダム・イエーツは、イギリス出身の自転車競技選手。イネオス・クレナディアスに所属。双子のアニスサイモン・イエーツも、自転車ロードレス選手である。有望な若きクライマーの一人。2015年の UCI ランキングは35位と、好成績を残した。ワールドツアー初勝利は2015年のクラシカ、センセバスティアン。2016年はより高い頂きを目指す。 2016年シーズンはツールドフランスに出場。フラムルージュに激突第7ステージ終盤のアスパン峠でアタックしたイエーツの目的はジュリアン・アラフィリップから新人賞のマイオブランを奪うこと。集団を振り切る見事な走りを見せていたが、残り 1km を示すフラムルージュを吊るしたバルーンアーチが倒壊。止まれるはずもなくイエーツは落ち車して顎を負傷。 フィニッシュもアラフィリップから遅れたが、救済措置が発動し、ステージ73位から6位へ。この結果アラフィリップを1秒差でかわして、マイヨブランを獲得した。第19ステージのビザンヌの上りで、走行違反があったとされ10秒のペナルティを課されるが、最終的に総合4位となり、マイヨブランを獲得した。ちなみにこの事件を理由に、二千十七年からフラムルージュは、 空気で膨らますバルーンアーチとは違うタイプのものとなった。2017年、グランプレミオインデストリアへアルティジャナートで2度目の優勝。ジロでイタリアでは、ボブ・ユンゲルスと新人賞、マリアビアンカ争いを展開。最終ステージの個人タイムトライアルでユンゲルスに逆転を許してしまい、新人賞獲得とはならなかった。 http://www.grenedgecycling.com e スラッシームスラッシュ a t m y t e s ハットアクシデント発生前のラスト 3km 地点における選手間のタイム差が適用されたサイクルスポーツ2016年10月号特別付録2016 ツールドフランスのすべてチームメイトに手を掴んでもらい、加速した GP インダストリアアルティジアナート山岳で抜け出した6名が逃げ切り、アダムイエーツがトスカーナのワンデイレースで勝利。ありがとうございます。